り霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙？今ここまで来る途中、人型生命体を見かけたわ。またお前は適当な嘘を。嘘じゃないんだって、あれは一体何なのよ。ふむ、何を見たのか知らないが、世界各地で人型生命体は目撃されてるしな。こういうところで発見されても、何も不思議ではないと思うぜ。世界各地で？それは知らなかったわ。それじゃあ、今回は世界各地で目撃された人型生命体について解説していくぜ。マリサさん、それじゃあ早速、おっとその前にチャンネル登録と高評価ボタンを押してくれるとモチベーションが上がります。よろしくお願いします。それじゃあゆっくりしていってね。まず最初に紹介するのは、現代の狼男、シャギーだぜ。狼男って、あの西洋のお話によく出てくる、どちらかというと妖怪にあたる生き物よね。ああ、シャギーはその中でも比較的最近発見された狼男なんだよ。シャギーが有名になったのは2006年の9月。当時ウィスコンシン州の南部、ウォルワース郡の街道を車で走っていたカップルがいた。夜の12時頃、自宅で誕生日会を終えた女性を、恋人の男性が家まで送り届ける最中だったみたいだ。夜の12時だなんて、いかにも何かが起きそうな時間帯じゃないの。彼女が住む町まであと少しというところで、道路の中央に何かが伏せていることに気づく。最初は犬か何かだと思ったらしいんだが、色は黒く、大きさもかなりあるようだった。ひいてはまずいと思い、車をゆっくりと徐行させることにした男性。しかしその時、突如としてその黒い生物は立ち上がったらしいんだ。しかも2本足で。ええ？犬じゃなかったってこと？その生物は身長が2メートルほどもあり、さらに尖った耳と鋭い目をしていたらしい。まさに人間と犬、もしくは狼が合体したかのような見た目をしていたんだ。カップルはどうなっちゃったの？もしかして、その狼男に食われた？いや、パニック映画なら確かにそういう展開も十分あり得るところなんだが、意外にも、その生物は特に何かしてくることもなく、近くにあった森の中に、ゆっくりと消えていったらしいんだ。よかったけど、その生き物、そんなところで一体何を？ただ単に休んでいただけかもしれないな。何にしても、カップルは何もされることなく、車でその先へと進んでいったんだが、この話は瞬く間にアメリカに広まった。ただ、残念なことにシャギーの目撃情報はこれが最も有力視されているもので、それ以降の目撃情報は、そこまで信憑性のあるものではないらしい。ただ、シャギーは古い記録の中だと、1936年から目撃情報があるそうだぜ。そんなに前から、2006年の発見から70年も前じゃない。そんなに時間が経っても目撃されるということは、その土地で繁殖している可能性が高いだろう。しかも1936年に発見されたシャギーは、なんと人語を喋っていたとも言われている。ただ人っぽいだけじゃなくて、人間の言葉まで話せるなんて。目撃者は、当時森林警備員をしていた男性らしい。近隣でシャギーとおぼしき不気味な生物の目撃情報が増えていたから、パトロールを強化していたそうだ。ある日一件の通報を受けて、森林のパトロールをしていた男性。森林のある場所に到達すると、急に鼻をつくような腐敗臭がしたんだとか。時刻は深夜の12時。先ほど紹介したカップルの件と同じ時間の出来事だった。男性がパトロールを続けていると、ついに、シャギーを発見したんだ。その時のシャギーは、先住民チペワ族の墓を荒らし、死肉を貪っている最中だったそうだぜ。腐臭の原因はそれってわけね。でも、まさかそんなのが見つかるなんて。その時シャギーは言語とも言えぬような方向を上げ、そのまま森の中に消えていったんだとか。パトロールしていた男性は助かったものの、死肉を食べるということは、普通に人間も襲う可能性が出てきたから、森の中には狼男がいるという噂が強化されていった。もう誰も夜の森林にパトロールに行こうって思わなくなっちゃうわよ。どうやら二人一組制にしたり、携帯している武器をより強くしたらしいな。幸い、何かに襲われたという報告はないみたいだから、シャギーによって人命が奪われたことはなさそうだ。それならいいんだけど、結局その狼男は何者だったのかしら？諸説あるんだが、もともとウィスコンシン州には、未確認生物、ウェンディゴの伝説が根強く残されていることでも有名だ。人型をしていて、時折人間を襲うとも言われている未確認生物だぜ。見たことあるわ。このでっかくて怖そうな感じの生物。ただ、ウェンディゴには狼や犬のような顔はついていないとされているため、シャギーとウェンディゴは違う生き物ではないかというのが一般的な意見だ。じゃあシャギーの正体は一体、先住民の間では、狼やコヨーテといった生物は、神聖な生き物として扱われていたらしい。もしかしたら、狼やコヨーテの中でも特別大きい個体を先住民が目撃して、それを神聖な存在として崇めるために、シャギーという名を付けたのかもしれないな。それが後に移民たちの間で違う風に伝わって、狼男になったって？
ルーツは確かにそれっぽいけど、実際に11世紀に入ってからも目撃情報があるのよ。しかもしっかり二足歩行をしている姿も確認されてるんだから、きっと何かがいるのよ。まあ、そういう考えもあっていいと思うぜ。いつか正体がわかるといいな。続いて紹介するのは、謎の存在、シャドウエンティテだ。シャドウ。あんまり聞いたことのない名前だわ。アメリカ、ノースカロライナ州に暮らす目撃者が、その生物の撮影に成功したらしい。彼は自身と家族が所有する広大な敷地でその生物を発見したそうだが、目撃したその生物は、まるで影かのように真っ黒な姿をしていたんだとか。まるで影？なんか以前にもそんな生き物がいたような。おそらくアメリカに伝わっているシャドウピープルのことじゃないか。確かにシャドウピープルも有名だが、シャドウエンティテは別種と見られている。シャドウエンティテの写真の明るさを調整し、その顔をよく確認してみると、そいつの顔は、まるで宇宙人ではないか？と思えるほど奇妙で歪な形をしているんだ。まるでマスクでも被っているかのようだわ。目撃者が言うには、このシャドウエンティテは頻繁に自宅の敷地に現れては、特に何かしてくることもなく、気がついたら姿をくらましているのだという。恐ろしいことにどこからともなく現れて、またいつの間にか消えているということが多いそうだ。宇宙人みたいな顔ってさっき言ったけど、宇宙人だったら UFO とかに乗ってくるじゃない？その UFO の音とかは、どこかから聞こえてこないのかしら？目撃者の証言の中には、UFO の情報は一切出てきてなかったな。ただ、ここまで神出鬼没かつ、特定の敷地にだけ現れるということは、もしかしたらシャドウエンティテはこの近辺に潜伏しているのでは？と言われている。潜伏って、一体どこによ？これはあくまでも目撃者の予想に過ぎないが、近隣住民に扮しているんじゃないかとのことだ。近隣住民、ってことはあの未確認生物、ご近所さんってこと？いやいやまさか。さすがにそんなことありえないでしょう。まあ確かに普通はありえないって思うかもしれないが、考えてもみてほしいんだよ。こんな真っ黒で目立つような謎の生物が、白昼堂々人の家の敷地に現れるもんか？普通こんなヤバい見た目のやつがいたら、みんなもの珍しそうに見てしまうものだろう。しかし、この生物はいきなり敷地に現れて、そこでぼーっとしている。もしかしたら、普段は近所の誰かの姿に扮していて、この敷地に入ってきた時、正体を表すとか？何のために？この目撃者の敷地に何があるっていうのよ？さあ？そればかりはさすがに理由はわからないけどな。ただ、目撃者が言うには、彼らにはきっと地下に基地があって、そこを拠点にしている。一体だけ地上で生活をして、定期的に地下にいる仲間に情報共有しているというんだ。いやいや、さすがにそれはどうなの？ありえないんじゃないかしら。正直言って、確かに突拍子もない話だ。しかし実際に撮られた写真に CG はなく、加工した形跡もないらしいから、この生物は確かにこの場にいたようなんだ。どういう生き物なのかは一切わからないが、人間の常識では考えられないような、超常的な能力を持っている可能性は十分あるんだぜ。ただ、奇妙なことにシャドウエンティテはこの目撃者の敷地だけでなく、街中でも、稀に見かけることがあると言われているんだ。それじゃあ敷地に何かあるわけじゃなさそうね。ある時はバス停にいたり、またある時は普通に道端を歩いていたりもするらしい。もしかしたら、シャドウエンティテからしたら、何か特別なことをしているつもりはなく、ただそこで生活をしているだけなのかもしれないな。人間に危害を加えないのはいいことだと思うけど、他人の敷地に勝手に入るのは犯罪よ。まあ、おそらく人間の常識が通じるような生き物じゃないから、そこは仕方ないだろうな。続いて紹介するのは、2023年のクリスマスイブにアルゼンチン南部、チュブ州の、ホセデ・サンマルテンという町に現れたゴブリンについてだぜ。ゴブリンって、確かヨーロッパの伝承に存在する怪物よね？ああ、幼い子供を食べる、いたずらをするなど、なかなか怖い噂もある生き物だ。今回のそのゴブリンは、監視カメラにてその姿が目撃された。その時の映像がこれらしいぜ。奥の方で何かがすごいスピードで走っていったわよ。そう、何かわからないがとにかく速い生き物がカメラに映り込んでいた。深夜12時過ぎ、どうやら監視カメラを設置してあった民家で飼われている飼い犬が、謎の生き物に対して、思い切り吠えているようだった。謎の生き物は吠える犬など気にすることなく、とにかくすごいスピードで走っている。シルエットでしかないが、どうやら少し前かがみになっているようだ。あまりの素早さゆえに、監視カメラも完全にはその姿を捉えきれていないぜ。そうねえ。あまりにもぼんやりしすぎてるわ。これじゃあ何の生き物かわからない。ただ、向かいの家の外壁の高さを考えると、この生き物はそこまで身長は高くないように思える。せいぜい150センチか、それ以下ってところじゃないかな。成人男性としては、結構低い方になるわよね。
クリスマスイブということもあり、サンタさんか、女性に振られて泣きながら走る男性か、なんていう平和な意見もあったりしたが、そんなに平和な生き物でもなさそうな雰囲気だ。一つの意見として、南米の伝説に登場するゴブリン、ブエンデではないかという声があった。ブエンデ？そんなゴブリンがいるの？ああ。スペイン語で小悪魔、妖精、いたずら者、といった意味になるらしいぜ。ブエンデは超常的な存在で、人間に対して幸福も不幸も与えることができるという、日本でいうところの、座敷わらべに近い存在だと言われているみたいだぜ。へえ、それじゃあそんなに悪い妖怪ってわけじゃないんだ。まあな。しかし怒らせるとちょっと怖いみたいだ。ブエンデを怒らせた場合は、人間の赤ん坊を誘拐したり、いたずらで人間を困らせたり、といったケースが発生するらしい。ただいたずらするだけならいいけど、人間の赤ん坊を誘拐するのはどうなの？一応すぐに解放してくれるみたいだけどな。だけどさらわれた親はパニックだと思うぜ。まあ凶悪なのはそこくらいで、手がつけられないような邪悪な存在ではなさそうだ。どちらかというと、現地ではコミカルな存在として扱われているとか。それならいいんだけど、やっぱり闇夜に現れるのは怖いわよ。それに、監視カメラが捉えられなくなるほどの超スピードで走っているのよ。ってことは、足腰はかなり強いって話になっちゃうじゃない？まあそうだな。そのスピードで走れるなら、もしも怒らせたら、蹴りだけで人間を殺すことだってできるかもしれないぜ。一気に怖くなってきたわ。ブエンデを怒らせちゃいけないわね。ただ、一方でこれは単なる人間だろうという意見もある。確かに人型っぽい形はしていたし、そういう意見が出ても不思議ではないだろう。え？でも監視カメラが捉えられないほどのスピードよ。普通の人間が、そこまでのスピードで走ることなんてできるかしら？それに、普通の人間が仮にそんなスピードで走っていたとしたら、理由は何？ってなるじゃない。だから、クリスマスイブに彼女に振られた男性説が出てきたんだろう。彼女に振られたから、目にも止まらぬ速さで全力疾走ってこと。それはそれで怖いけど。ちなみに今回はアルゼンチンで起きた出来事だが、お隣のブラジルでも、人型の生物が発見されている。そいつはなんだか腕が短くて、白昼堂々現れていたらしい。こっちももしかしたら、ゴブリン系の生き物ってことかしら？いや、これはゴブリン系ではなく、もう少し大きい巨人型らしい。どうやら高い山の上に現れたらしいんだが、そんなところで何をやっていたのかは不明だ。こっぱ、どうしてどいつもこいつも謎に現れるのかしら？人間側が勝手に謎だとか、奇妙だとか言ってるだけで、彼らは彼らで、ただそこで生きているだけなんだと思うぜ。続いて紹介するのは、アメリカユタ州、ソルトレイクシティの南東にあるバフの町で、突如として現れた不気味な人間について紹介しよう。人間って言ったわよね今？ただの人間だったら別に不気味じゃないんじゃない？ただの人間だったらいいんだけどな。ただの人間じゃないから問題なんだよ。どういうことよ？まあ、何か話す前にまずはこの写真を確認してもらおうかな。何が起きてるのよこの人。まず全裸って、服を着なさい服を。最初に突っ込むとこそこかよ。もっといろいろあるだろ。そうね。一体どうなってるの？この腕は、一切わからない。なぜこんな腕になっているのかも、なぜ裸で走っているのかも、すべてが謎に包まれているんだよ。じゃあ一体、この写真を撮った人は何してたのよ。実はこの写真を撮ったのは人間ではないんだよ。Google マップを確認していたところ、この奇妙な生き物が発見されたそうなんだ。Google マップか、じゃあ実際に目撃者がいるわけじゃないのね。そういうことになるな。だからこいつの正体が何なのかはわからないままだ。それじゃあバフの町まで行けば、この生物に会えるのかもしれないのね。しかし、あまり直接見に行くのはやめておいた方がいいんじゃないかと思うぜ。どうして？霊夢は、クネクネという都市伝説を知っているか？クネクネ。いいえ、知らないわ。クネクネというのは、2003年頃にインターネット上で流布された怪談なんだが、日本に現れる、奇妙な存在として知られているんだぜ。クネクネは田んぼや川の向こう側などに現れる、白くてクネクネとした人間のような存在だ。現れる時は必ず遠くに現れて、そいつに近づいて何なのか確認しようとすると、精神に異常をきたして、二度と普通の生活には戻れなくなるのだという。何それ。怖すぎるんだけど。インターネット上では、このクネクネの情報で怖がる人が多く、田んぼや川向こうということから、山が見え、田んぼが一面に広がっているような、田舎に現れる存在、という認識がされているようだが、今回のこの謎の人間に関しても、もしかしたらクネクネなのかもしれないと言われた。じゃあ写真なんか見ちゃったら、精神に異常をきたすんじゃないの？どうやら、それが何者なのかを認識することで精神が壊れるということらしい。私たちはまだこいつが何者なのかまでは把握できていないからセーフなわけだな。ふーん。
じゃあ、現地に行ってもしもこいつを見つけて、何者なのか正体を探ろうとしちゃったら、霊夢はもう、日本に帰ってくることはできなくなるだろうな。へえ、かなり恐ろしい生き物じゃないの。もちろん、くねくねに関する情報はあくまでも日本のインターネット上におけるものだ。だから今回発見された生物が、くねくねかどうかは分かっていない。それに、ネット上で見られる都市伝説だから、アメリカでも見られている可能性があるってことだ。くねくねに憧れた誰かが、その情報を元に作った偽物の可能性もある。そんな夢のないことが。それに、くねくねが発見された時は、カカシだったということも多くある。風になびいたカカシは、くねくねと動くこともあるからな。まあ確かに、その可能性も十分あるだろうけど、アメリカのこれはカカシって感じしないわよ。くねくねかカカシかを見分ける方法として、風が吹き終わった後も動いているかがあるな。風が吹き終わって、動きが止まればカカシということになるだろうが、風が吹き終えてもくねくねしていたら、それはくねくねの可能性が高いだろう。そういう見分け方があるんだ。でもやっぱりカカシにはとても見えないし。ちなみに、アメリカ版クネクネとも言える生き物に、ナイトクローラーというものがいるな。あ、出たわね。暗闇を歩いている変なやつ。夜の公園の中を、2本足で歩く謎の生き物で、腕が生えていない奇妙なシルエットをしている。害はないようだが、あまりに不気味なので有名な未確認生物だな。害はないんだ。それじゃあ日本のクネクネよりは優しいかもね。ただ、ナイトクローラーは古くから知られている未確認生物と言われていて、その出どころはもしかしたら、クネクネよりも先の可能性もあるんだ。え、じゃあ日本のクネクネは、このナイトクローラーから取ってる可能性もあるの？もしかしたらな。日本の都市伝説の方が怖くなるなんて珍しいが。ただ、ソルトレイクシティにはかつて UFO が目撃された情報が残されているんだ。もしかしたら、さっきのアメリカ版クネクネと何か関係があるかもしれないな。UFO とクネクネ。クネクネは宇宙人だったとでも言うつもり。100% そうだと断定はできないが、その可能性は十分あるんじゃないか？明らかに人間とは違う生き物だし、精神に異常をきたすという、生物らしからぬ能力もある。地球の生き物の常識を超えた存在だから、UFO との関連はあると見てもいいだろう。まあ、超常的な能力があった時は、そっちの可能性で考えてもいいわけね。もちろん、今回の謎の生き物はただのカカシだ、という人たちもいるし。Google マップに表示されたからといって、現地でこいつが見かけられた情報も今のところない。もう一度こいつが見つかれば、少しは情報も進むとは思うんだが。やっぱりなかなか姿を現さないみたいね。未確認生物ってこれだから。まあ、簡単に見つかってしまっては未確認生物とは言えなくなるからな。もしかしたら知能があって、人間から隠れている可能性だってある。それにクネクネだったとしたら、迂闊に調べることもできないんだから。今のまま、何もしないというのが一番正解かもしれないぜ。確かにそうかもしれないけど。でも？まあここまではっきりと映ってる未確認生物も珍しいからな。詳しく調べたい気持ちは痛いほどわかるぜ。そうでしょ、未確認生物と言ったら不鮮明、正体不明。こいつは一体、みたいな写真ばっかりなんだから。久しぶりにはっきり映った未確認生物なのに、正体を調べたらヤバいだなんて悔しいわ。まあ調べてもいいっちゃいいが、自己責任でよろしくって感じだ。そうだ、私いいこと思いついたわ。もし調べて精神に異常をきたしても、マリサに助けてもらえばいいのよ。は？何言ってるんだお前。というわけで、くねくねを見ても助かる方法、何か考えといてね。私は現地まで行って、こいつを調べてくるから。あ、おい、やめとけって、おい。今回ばかりはあいつ、助からないかもしれないな。そんな。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。ジャングルの王者、霊夢ちゃん。はいはい。最近マリサ、私がボケても何も反応してくれなくなったわよね。お前のボケが地味すぎるんだよ。で、ジャングルがどうしたって？実は最近、アフリカに未確認生物が現れたって聞いたから、それを見たくて。ああ、アフリカの未確認生物か。確かに色々と目撃情報は出ているな。それじゃあ、今回は未だ正体がわかっていないアフリカの未確認生物について解説していくぜ。マリサさん、それじゃあ早速、おっとその前にチャンネル登録と高評価ボタンを押してくれると、モチベーションが上がります。よろしくお願いします。それじゃあゆっくりしていってね。霊夢は、地に植えた魔鳥、インプンブルのことを知っているか？インプンブル？何それ名前も聞いたことないわよ。2005年、南アフリカで痛ましい事件が起きた。ある男が、2歳の幼児を殺害して、逮捕されたというんだ。そんな、何があったの？その理由というのが、その幼児がインプンブルだったからだそうなんだ。どういうこと？全然話が見えてこないわ。インプンブルというのは、南アフリカのズールー族。
ご家族に伝わる鳥の姿をした未確認生物だ。英語ではライトニングバードとも呼ばれ、稲妻と共に現れる鳥だと言われている。なんか急にかっこいい生物になったわね。体長は人間ほどもあるそうで、体色は白黒のモノトーン。一説によると、羽毛に覆われていないくちばし青、足は燃えるような赤色をしているんだとか。落雷後の地中に開いた穴には、インプンブルの卵があると言われているぜ。落雷の後に卵ですって？じゃあ地中を探せば調査できるんじゃない？そんな簡単なことじゃないぜ。落雷ってのは凄まじいエネルギーだから、穴だっておそらくかなり深いだろう。それに、必ずしも落雷の時にインプンブルが卵を埋めるとも限らないんだからな。まあそりゃそっか、じゃあ調べられないわね。しかしな、実はズルー族やコサ族によると、インプンブルの正体はすでにわかっているんだそうだ。は？え？先住民たちが伝えているのに、先住民たちが正体を判明させたってこと？そうなんだよ。ライトニングバードという名前があるだけあって、日本語に戻すと雷鳥だし、もしかしたら雷鳥が正体なのでは？という声もあったんだけどな。確かに白と黒のモノトーンだし、足じゃないけど、赤色の部分もあるわね。しかし、南アフリカに雷鳥はいない。となると何が正体なのか、それは、こいつだ。何？この変な頭の鳥。こいつは種目鳥といって、英名はハマーコップ、アフリカの言葉でハンマーヘッドを意味するそうだ。インプンブルは古くから吸血をする鳥だと言われているぜ。吸血をする鳥といえば、ハシボソガラパゴスフィンチが有名だ。他にも赤ハシウシツツキなんかは南アフリカに生息している吸血鳥として知られている。わぁ、こっちの鳥はいかにも血を吸う感じの不気味な見た目をしているわね。一方で、インプンブルの正体と言われている種目鳥は、主食が魚類や両生類で、吸血はしない。え？でもインプンブルは吸血鳥の未確認生物なんでしょ？そうだぜ。だったら種目鳥も吸血鳥じゃないの？違うぜ。じゃあどうして種目鳥がインプンブルの正体ってことになってんのよ？赤ハシウシツツキが南アフリカに生息してるなら、赤ハシウシツツキが正体ってことでいいじゃん。言いたいことはわかるが、赤ハシウシツツキは、魔鳥と呼ぶにはあまりに小柄すぎるからじゃないかな。赤ハシウシツツキの全長は22センチ程度。スマホより少し大きいくらいだ。確かに。キャー化け物を追ってなる大きさではないわね。それに対して種目鳥の体長は60センチ。まあそれなりの大きさだ。さらに人間をあまり恐れない、威風堂々とした鳥としても知られており、その大胆な習性と得意なシルエットが、魔鳥と呼ばれるようになったゆえんかもな。それじゃあ、幼児を殺したっていう事件、あれは何だったのよ？インプンブルは吸血したい生物の姿に変身できる能力があると信じられていてな。例えば人間をターゲットとした場合、若く魅力的な男性の姿に変身し、女性を誘惑して血液を吸うということもできるわけだ。なるほど。じゃあ2歳の幼児に化けて、母親にでも吸血しようと？でもちょっと待って、実際の種目鳥に変身能力なんてあるはずないでしょ？まあそりゃそうだが、ある意味変身っぽいことはできるぜ。こんな感じに。あら？首が縮こまってキョロちゃんみたいになっちゃったわ。種目鳥は首の可動域が広く、このように首を格納できるんだ。見た目が全然変わるという意味では、変身してるかもしれないぜ。なるほどー。って、そんなへりくつじゃなくて、原住民たちも、何かを正体にしておかないと、不安だったんじゃないかな？ちょうど、天変地異を神の怒りだと考えた古代の人類たちのように、未知なる存在には理由をつけておかないと、人間は不安になってしまうものなんだよ。言いたいことはわかるけど、犠牲になった幼児がかわいそうね。果たして、幼児は人間だったのかインプンブルだったのか、どっちだろうな？さて、続いての話は、アフリカがまだ暗黒大陸だった頃の伝説の話だ。暗黒大陸って、確かまだわからないことだらけで、情報が暗いからってことで名付けられたのよね？そうだ。男の子なら思わずそわそわしてしまうかっこいい名前だが、そこで語られる伝説は、かっこいいというより恐ろしいものだったようだ。現地の地名で言うと、南アフリカのリフタスフェルトという地域での伝説だ。世界遺産にも登録されている、文化的植物的景観が綺麗なところだぜ。確かに、地球が育んだ自然そのものって感じだよね。リフタスフェルトにはオレンジ川というそれは綺麗な川が流れているんだが、問題の生物は、このオレンジ川に住み、その周辺のどこかの洞窟に潜んでいると言われる。そうそう、どんな生物がいるのよ？そんな綺麗なところに、そこに住む伝説の生き物の名は、グローツラングだ。グローツ、ラング？グローツラングは巨大なダイヤモンド、もしくは大量のダイヤモンドを守っていると言われていて、なんとかグローツラングを出し抜くことができれば、それらをすべて手に入れられるという。ちょっと待ってよ、そのグローツラングっていうのはどういう生き物なの？ああ、グローツラングは端的に言うと、象の頭をした大蛇だ。象の頭をした大蛇？
そんな生物存在するわけないでしょ？存在するわけないようなものが存在する。それが未確認生物ってもんだろう？そりゃ確かにそうだけど、写真などがあるわけじゃないから、あくまでもイラストや CG などでしか見られないが、創作作品なんかでも、伝説の生物みたいな扱いで登場することがあるようだな。でもダイヤを守っているだなんて、本当なのかしら？似たような話は世界各地であるぜ。例えばファフニール。北欧及びドイツ北部に伝わるドラゴンで、こいつは洞窟の中でダイヤを守っていると言われているんだぜ。え、だけど、すっごくおぞましい生き物だってことがすごく伝わってくるわね。他にも、ギリシャ神話ではラドンと呼ばれる生物が黄金のリンゴを守っているという伝説もある。こんな感じで世界各地で宝を守る化け物の伝説が残されていることを見るに、グローツラングもそれらの生物からインスパイアされて誕生した可能性がある。じゃああくまでも、人間の想像上の生き物ってこと？そうとも言えるが、グローツラングに遭遇すると災いが降り注ぐというんだ。実際、グローツラングを目撃したという現地の人たちが相次いで高熱にうなされたり、最悪の場合死に至ったりと、ひどい災いが降り注いだとか。そんな恐ろしい。さて、そんなグローツラングの正体は一体何だという話なんだが、ただ単に人間の想像上の生物だったらそれはそれで平和なんだけど、一応、大蛇という話があるだけに、ニシキヘビが正体ではないかという説がある。ニシキヘビは最大種のアミメニシキヘビで最大 9.9 メートルまで成長した記録がある。でかい、説明不要。それじゃあ、ニシキヘビに噛まれたことによって、その毒でうなされたって可能性があるのかしら。おいおい霊夢。ニシキヘビは毒性のないヘビだぜ。あれ？じゃあどうしてうなされたのかしら。まあ、毒はないにしてもニシキヘビに噛まれるのは相当痛いだろうし、ニシキヘビの糞にはサルモネラ菌が含まれていることがあるから、うっかりその糞に触れて、触れた部位で目なんかを描いたりすると。ひえ、想像しただけでゾワってするわ。まああくまでも現実的な視点ってだけだから、本当にニシキヘビが正体かはわからないんだが、そもそもグローツラングは象の頭をしているという説があるくらいだし、ニシキヘビの頭部が象に見えるなんてことはそうそうないはずだ。もしかしたら、ヘビがかま首もたげる姿が、象の鼻に見えた、なんてことは、ありえないことはないかもしれないが、そんな巨大なヘビがかま首をもたげていたら、それはそれで命の危険を感じるほど恐ろしい状況だと思うんだが。まあ、それは確かに。霊夢は、拷問は好きか？好きなわけないでしょ？いきなり何の質問よ。まあそりゃそうだよな。いや、次に紹介する生物が、拷問に関するものだからさ。拷問をする生物ってこと？一体何の生物なのよ。今から紹介するのは、南アフリカに自生する繁殖中植物、ロリブラだぜ。植物？植物が拷問をするってこと？ああ、ロリブラはロリブラゴルゴニアスとロリブラデンタタの2種の実が発見されている。細長い葉全体からびっしりと繊毛が生えていて、この繊毛から粘液を分泌するんだ。何も知らずにこの葉の上に乗ってしまった昆虫は、まず粘着性が弱い代わりに、最も長い繊毛で自由を奪われ、逃れようともがけばもがくほど、他の短い繊毛に足を取られ、最終的に体を完全に固定される。なるほど、これは確かに、拷問って感じがするわね。粘着力はかなり強いようで、ハエのような小型の虫から、スズメバチサイズのものまで、何でも捉えるぜ。ちなみに昆虫が潤沢な場所になると、ロリブラにびっしり昆虫が付着している様子が見れる。そんなもん見たくもないわよ。ただちょっと面白いことに、このロリブラ自体は食虫を行わないんだぜ。え？捕まえたのに自分で食べないの？ああ、昆虫を分解する酵素を持っていないからな。ええー、じゃあ何のために捕まえてんのよ。生殺しとはこのことだわ。この捕らえた昆虫を代わりに消化するのは、共生関係にあるカメムシやパメリデアだぜ。身動き取れない虫たちを、カメムシやパメリデアが捕食するのは簡単なことだ。また、それらの捕食昆虫は粘液に巻き込まれないよう、油脂に覆われた特殊な毛を足に有しているんだ。なるほど、それじゃあ食べ放題ってわけね。まさに拷問だわ。そしてカメムシやパメリデアの排泄物で、ロリブラは成長するというわけだ。でも、今回は未確認生物じゃなくて、実在の生物だったわね。ちょっと安心したわ。おいおい霊夢。まだ私の話は終わってないぜ。え、どういうこと？こんな面白い生態をしている植物だ。単なる面白おかしな噂かもしれないが、これの人間バージョンが存在しているんだぜ。え、それってもしかして、人間を捕まえるってこと？そういうことだ。そして肉食動物に人間を食べてもらい、ということになる。ひえー、それあくまでも噂でしょ？実際に目撃されたわけじゃないんでしょう？確かに実際に目撃された話ではないが、もしも存在したら、恐ろしいよな。絶対に出会いたくないわ、そんな植物。続
続いては、東アフリカ、ケニアのナンビ地方に生息する怪物についてだ。まずは霊夢、この写真を見てもらおうか。お、これは人型生物かしらね。生物の姿はクマにも似ているということから、そいつはナンディベアと名付けられた。現地では原住民たちに広く知られていて、昔から恐れられていた存在だったようだ。クマってことは、もしかして人を襲うのかしら？ああ、チミセット悪魔やゲテイトノークライなどと呼ばれているみたいだな。現地の人々の間で、半ば伝説のように語られている証言などによると、ナンディベアは非常に大きな姿をしていて、獰猛で夜行性なのだという。夜になると人間を襲い、頭部を叩き潰して脳髄を食べてしまうのだという。思ったよりもヤバそうな生き物だわ。一部では、基地の猛獣によるものの噂が、おひれがついただけという説があるんだが、実際に現代でも、ナンディベアに襲われたとしか思えないような、動物人間の変死体が見られるという。アフリカにはクマは生息していないのかしら？ああ、動物園なんかにはいるかもしれないが、野生でクマはいないみたいだな。長らく正体が不明だったナンディベアだが、近年になってからその姿について、詳しく語られることが多くなった。目撃情報によると、鼻面が長く、耳は小さく、前足よりも後ろ足の方が短い。普段は四足歩行だが、攻撃するときは二本足で立ち、木に登ることもできるのだという。まるっきり現実のクマと同じ感じになっているわね。さらに体長は3メートルを超えるという。クマの中でも大型の部類に入るぜ。実際、イギリスの探検家や20世紀に入ってからの目撃情報でも、クマのようだったと形容されているぜ。じゃあ、動物園から逃げ出したクマが、うまく野生化したのが正体かしら？ところが、ある日ある説が唱えられた。古生物の生き残りではないかという説だ。古生物の生き残り？一体何が該当するのよ？一番根強く唱えられているのは、大きさとクマに似た姿から、絶滅したヒズメメの古生物、カリコテリウムだぜ。うわぁ、こんな生物が昔生息していたの？カリコテリウムは、現在の馬の祖先にあたるんだが、非常に大きな体と前足にカギ爪を持っていて、ゴリラのようにナックルウォーキングをしていたと考えられているぜ。ゴリラとキリンと、他にも色々混ぜたような見た目なのに、馬のご先祖様なんだ。あれ？馬ですって？馬って草食じゃないの？でもナンディベアは肉食なんでしょ？カリコテリウムの頃は肉食だったとか？お、いいところに気がついたな。カリコテリウムは基本的に草食だったと考えられている。だから原住民らの攻撃から身を守ろうと反撃をすることはあっても、自ら進んで人間を襲ったり、ましてやその肉を食べるなんてことないと言われるな。じゃあ、ナンディベアの正体ではないってことなんじゃないの？フォルムは似ているが、食性が違うんじゃ正体の可能性は低くなってくるよな。今のところナンディベアの正体は絶滅を逃れていたクマ説、新種の肉食生物説、ハイエナなどの誤認説といろいろあるぜ。私としては、やっぱりロマンがあるから新施設を推したいわ。現地に行って、生肉を放置して観察してれば、運よく見つかるかもしれないな。でも私お肉買うお金なんてないわ。そうだ、マリサを放置して観察しましょう。お前の倫理観ぶっ壊れすぎだろ。次に紹介するのは、中央アフリカに生息すると言われている、巨大猫型生物だぜ。猫型生物？どんなのかしら？そいつの名前はバッソコ。目撃情報によると、巨大な猫のようでありながら、顔はロバのようでもあったという。さらに長い牙と小さな耳を持っていて、夜になると活動を始める夜行性なのだとか。またいろいろ掛け合わせたキメラみたいな見た目の生物みたいねー。残念ながら写真などは残されていないんだが、中央アフリカの山岳地帯に生息しているそうで、現地では何か巨大な肉食獣がやったとしか思えないような、生物の無残な死体が発見されるとか。でも、中央アフリカともなると危険な生物くらいたくさんいるでしょう？まあそう言ってしまえばそうなんだが、ただ、少し興味深い情報もあるんだ。どうやら巨大な猫のような生物を見たという情報は、アフリカの各地であるようなんだ。例えば、同じく中央アフリカにおいて、ガッシングラムという謎の巨大な生物の目撃情報。見た目はライオンのようだったらしいんだが、近くで見るとライオンとは違い、全身の毛が茶褐色をしていて、牙もライオンより大きかったのだという。ふむ、でもそれは普通に、ちょっと毛の色が違うライオンってだけじゃないかしら？他にも、ムンダという謎の猫のような生物の目撃情報もあるみたいだ。ムンダはどちらかというとトラというか、サーベルタイガーのような見た目だという。猫か動物、多すぎじゃない？アフリカってそんな危険な場所なの？まあ、まだ人類が踏み入れていない場所もいくつかあるような土地だからな。ひょっとしたら、ライオンを超えるような化け物がジャングルや山の中にいるのかもしれない。最後に紹介するのは、ニャミニャミだぜ。あら、最後はなんだかちょっと可愛らしい名前の生き物が来たわね。
ふふ、名前は不思議で可愛らしいが、果たして本当に可愛らしい生物かな？え、どういうことよ？ニャミニャミはアフリカ南部、ジンバブエ共和国の国境にあるカリバコに生息している。もともとニャミニャミとは未確認生物ではなく、現地のトンガ族が崇拝する神の名前なんだそうだ。カリバコにて何やら巨大な生物の目撃情報が相次いで発生することから、何かいるんじゃないかと現地の人たちが噂していき、誕生した未確認生物だな。それで、どんな見た目をしているの？ニャミニャミは頭部が魚や獅子になっていて、体はウナギのように細長くなっている。一方で、コブがあるクジラのようだったという目撃情報も寄せられていて、その姿を想像するのはなかなかに困難だぜ。おそらく異なる動物を目撃した人々の証言が、すべてニャミニャミに集約されていったのだろう。未確認生物あるあるね。ジンバブエにはカバヤワニといった大型の生物が生息していることから、それらをニャミニャミと誤認したのではないか、とも言われているみたいなんだが、しかし目撃した現地の人々からは、ニャミニャミはそれら基地の生物よりはるかに大きく、また見慣れた動物を誤認するはずがない、と主張しているようだぜ。まあ普段から見慣れた生物だったら、確かに見間違えることはないかもしれないけど、しかし、夜中や霧が出ている時期などに巨大な生物を目撃したらその限りではないだろう。それに、カリバコは国境付近に位置するわけだし、そんなところで悠長にうろうろする人はいない。きっと何かの用事の途中で、ちらっとその近辺を目にしたくらいだと思われるぜ。ちらっと見たくらいじゃ、確かにどんな生物がいたか詳しく知るのは難しいかも。ただ、ニャミニャミの体長は目撃情報によると30メートルを超えていたと言われている。30メートル？とんでもない化け物サイズじゃない。確かに化け物サイズだ。化け物サイズすぎるから、これはおそらくちょっと話を持っているパターンじゃないかな。あ、パニックになった時、ちょっとだけ見た時よりもサイズを持っちゃうあれ？そういうことだ。まあ少なくとも何かいたのは本当だと思うが、カリバコには何か他の生物は住んでいないのかしら？さっきも言ったカバヤワニ、あとはバッファローがいることもあるようだ。凶暴な生物であれば、被害状況から何かがいるってことが大体わかるが、ニャミニャミのものとおぼしき被害情報は今のところないからな。それじゃあ、今のところ正体はわからないままって感じなのね。そういうことになるな。ただ、アフリカでは正体不明の生物が、まだまだ存在していると言われている。原住民の伝説も数多く残されているし、その中には本当に神事として登録される生物もいるかもしれないな。ロマンがあっていいわね。でも、早く正体が見てみたいわ。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。あーもう、ブンブンうるさいわねー。おお霊夢、ずいぶん荒れてるな。蚊に襲われてるのか？そうよ、こいつら好きあらば人の血を吸うんだから困っちゃうわ。はっはっは、血を吸うか。確かにそうだな。でも世の中には、蚊よりももっと恐ろしい人間の生き血を吸う化け物がいるんだ。拡大でビビってちゃいけないよな。え？蚊よりも恐ろしい生物？それじゃあ、今回は世界各地で目撃された吸血未確認生物について解説していくぜ。マリサさん、それじゃあ早速、おっとその前にチャンネル登録と高評価ボタンを押してくれると、モチベーションが上がります。よろしくお願いします。それじゃあゆっくりしていってね。でもマリサ、私知ってるわよ。吸血生物って言ったらチュパカブラでしょ？チュパカブラなんてもう何度も聞いてきたし、今さら驚く生物じゃないわよ。残念だったな霊夢。今回紹介する生物に、チュパカブラはいない。え？それじゃあ一体何がいるっていうのよ？まず紹介させてもらうのは、フィリピンの神話に登場すると言われる、シグビンだ。シグビンは夜になるとどこからともなく現れて、人間を襲い生き血を吸う存在であると言われているぜ。こっぱ、夜ってのがいやらしいわね。見た目は犬、もしくは角のないヤギのような姿をしていると言われているな。シグビンの耳は非常に大きく、鞭として使用できるほど長い尻尾を持っているとか、また、吐き気を催すほどの異臭を放っているとも言われる、奇怪な存在だ。どういう見た目なのかすごく興味があるわ。写真は撮影されてないの？これがシグビンとおぼしき生物の写真だ。異常に大きな耳を持っていて、さらに体色は黒いようだな。見たところ昼間くらいのようだけど、白昼堂々現れたのね。発見者の男性が草原でシグビンを捜索していると、偶然この生物が草むらから現れたんだそうだ。男性はこの生物めがけて物を投げて脅かすと、途端にその生物は草むらの中に逃げてしまったとか。どうしてそこで驚かせちゃうのよ？普通は捕獲でしょ、捕獲。まあまあ、もしもこいつが本当にシグビンなら昼間だろうと襲ってくる可能性がある。血を吸うようだって未知数なんだから、下手に捕獲しようとしないのが正解だ。神話によると、通称シグビン族と呼ばれる一族が存在していて、
彼らはシグビンを指揮する能力を持っており、粘土で作られた瓶にシグビンを保管するんだとか。ほう、シグビン族、シグビンの言葉がわかるのかしら？それは不明だが、同じくフィリピンの神話に登場するアスワンと呼ばれる魔物が、シグビンを使役しているという伝承も残されているらしいぜ。なんだかかなり怖そうね。使役ってことは、アスワンはかなり頭が良さそう。シグビン自体はどうやら、フィリピンではそれなりに目撃情報があるらしい。実際に目撃したという報告もいくつかあるほか、さっきのように写真を撮影した報告もされている。他にも、シグビンはヒステリックな叫び声を上げたり、うなり声を上げたりして威嚇してくるとも言われている。さらに言うと、シグビンにはどうやら透明になる能力まであるんだとか。と、透明になる能力ですって？さすがにそれはありえないんじゃない？まあまあ、あくまで伝説上の話だし、透明になる能力についてはおおよそ予想がつく。え、そうなの？さっきの写真の生物が本当にシグビンなら、夜中にこれを見てもほとんど気づかないだろう。まあ確かに、こんな真っ黒じゃ闇に溶けてしまうわよね。仮にシグビンに襲われ血を吸われた人が、パニックになりながらシグビンを探したとしても、こんな真っ黒な体では、どこに行ったか全くわからない。ただでさえ襲われてパニックになっているから、被害者からしたら透明になったと誤認しても何ら不思議ではないぜ。まあそれは確かに、透明になる能力ってたまに聞くけど、ちゃんと説明できるケースって結構珍しい気がするわね。ちなみに、今回写真で紹介したシグビンに関しては、フェイク説や違う生き物説が出ているぜ。こんなにはっきり写ってるのに？実はさっきの写真だが、動画として公開されているものなんだ。その動画を確認してみたところ、このシグビンは叫び声や鳴き声など上げず、ふらふらとしているだけで、動き自体に目的があるわけではないように思える。そのことから、この動画はエンタメを目的とした創作物である可能性が高いのだという。そんな、せっかくの未知の生物なんだから、もっと楽しんでみればいいのに。他にも、カンガルーの禁煙種であるという可能性が示唆されているらしいぜ。は？カンガルーの禁煙種？カンガルーはオーストラリアにしかいないでしょ？数百万年前に、オーストラリアからフィリピンに渡ってきた赤カンガルーが、ひっそりとフィリピンで繁殖を続け、分布しているんじゃないかと言われているな。フィリピンにカンガルーがいたら、それこそビッグニュースになるわよ。他にも、近年になってからボルネオ島で発見された肉食動物、キツネ猫の仲間ではないか？という説もあるみたいだ。あら抱かれちゃって可愛い。キツネ要素ある？体の大きさや尻尾の特徴から、キツネに似た猫ということでキツネ猫らしいぜ。赤カンガルーにしてもキツネ猫にしても、おそらく候補に上がった理由は耳の大きさだろうな。そこか。でも体は真っ黒じゃないし、それにどっちも吸血をする生物ではないでしょう？そうなんだよな。だからシグビンの正体としては弱いと思うぜ。せっかくだからもっと詳しく調べてくれたらよかったのに。まあ、目撃情報は後を絶たないんだから、また現れた時に詳しく調べてもらおう。さて、シグビンに続いて、再びフィリピンに現れた未確認生物の話をするぜ。またフィリピンなの？いっぱいいるのねー。時代は遡って1951年5月の話だ。フィリピンマニラの街をパトロールしていた警官に、18歳のクラリータという少女が助けを求めた。助けて、誰かが私に噛みついてくる。少女は警官にそう訴えかけた。誰かが？意味がよくわからないんだけど、噛みついてくるなら、誰かなんてすぐわかるでしょ。とりあえず話を続けていくぜ。少女は狂ったように警官にそう言うが、警官が周囲を見渡しても、当然誰もいない。詳しく聞いてみると、相手の身長も顔も、性別すらわからないらしい。ちょっと、それはさすがにいたずらでしょ。おまわりさんの仕事の邪魔しないでほしいわね。警官も当然だが、いたずらか何かだと思ったらしいんだ。しかし、彼女の体には確かに、何かに噛まれたかのような跡が残されていた。少女も何度も何度も助けてというので、警官はやむなく警察署に彼女を連行した。すると彼女は警察署に着くなり、何かが私に噛みつこうと迫ってくると反響乱に。いい加減公務執行妨害で捕まりそう。警官も呆れていたその時だった。突然、女性の肩や腕に、いくつもの髪跡が現れ始めたんだ。え？何？どういうこと？警官が目を離した隙に女性が自分でつけた髪跡ではないかと思われたが、その髪跡は首の後ろや太ももの後ろにまで現れた。自力でそんなところが噛めるはずもなく、これはいよいよ芝居ではないということになった。女性は本当に何かに襲われてたってこと？彼女はその晩は警察署に泊まることになったが、泊まっている間も何かは彼女を襲った。警察も、彼女に襲いかかる何かを捕まえようと試みたものの、何も掴むことすらできない。ついには、大勢が見ている前で彼女の喉に歯型がくっきり現れ、血まで流れたんだ。
へえ、助けることができない分、すごくもどかしいわ。警察署の署長や検察医、さらに市長までやってきてその様子を目撃していたんだが、ただならぬ事態に、大勢の警官が女性を取り囲み助けようとした。しかし、隙間なく女性を囲ったにもかかわらず、女性にはどんどん髪跡がついていった。もうやめてあげて、かわいそうすぎるわ。これを最後に、女性はその後怪物に襲われることはなくなったらしいが、半年ほど精神科病院に入院し、治療を受けることになったらしいぜ。ねえマリサ、すごく興味深かったけど、ここまで話して実は創作話です、なんてないわよね。安心しろ。マニラ警察署の事件報告書に、特殊事件簿ナンバー108号として記載されてるぜ。本当にあった事件なんだ。できれば創作であってほしかった。なんでだよ。ただ、この事件の真相として、ある未確認生物の存在が挙げられている。ある未確認生物って、もしかしてシグビン？ほら、さっき透明になる能力を持ってるとか言ってたじゃない。確かにシグビンもその能力はあると言われてはいるんだが、シグビンよりももっと大きく、そして賢い未確認生物が候補に上がった。シグビンを刺激していると言われる、アスワンだ。アスワン、さっきちらっと名前が出てきたわね。アスワンはアスワングとも呼ばれ、伝説の女吸血鬼と言われている。伝承によると、昼間は美しい女性の姿をしていて、夜間は空を飛行する化け物になるんだとか。と、透明になるだけじゃなくて変身能力まで持ってるってこと？昼間はおとなしく人間社会に潜伏し、夜になると規制を上げながら空を飛び、ターゲットになる人間を見つけると、長い舌を突き刺し、吸血するんだそうだ。アスワンの目撃情報はこれまでにいくつかあり、直近だと2006年に目撃されている。でも待ってよマリサ。舌で吸血するですって？さっきの女性が襲われた時は、全身に歯型が残されたって言うじゃない？それじゃあアスワンの攻撃とは違うように思えるけど。そう、そこだけは少し話が違ってくる。まあ、吸血方法が一つだなんて誰も言っていないし、そもそも未確認生物だから、まだ知らない能力があっても不思議じゃないんだが。ただ、透明になれたからといって、警官が隙間なく女性を囲ったのに、それをかいくぐって歯型をつけることは、物理的に可能なのかどうか。それは確かに、生き物ならなおさらね。そのため、これに関しては生き物ではない可能性も指摘されてるぜ。生き物じゃないならどうやって歯型をつけるのよ？キリスト教の聖魂現象を知っているか？聖魂現象？ごめん、ちょっとわかんない。キリストは、貼り付けにされた際に傷を負ったとされているんだが、キリスト教信者たちの中には、信仰が強いとキリストと同じ傷が体に浮かび上がるというんだ。これは科学的に説明すると、思い込みの力だとされている。思い込みでそんな傷がつくものかしら？思い込みの力を侮ってはいけない。小さい頃、何もいないに決まっているのに押し入れの中が妙に怖かったりしなかったか？いると頭で思い込んだら、恐怖という結果がやってくるように。あの女性は噛まれると頭で思い込んだところ、噛まれたという結果が体に現れたというんだ。いやいや、だとしても限度があるでしょ。だって血が出てたみたいじゃない。血液に関しては、トリックを使ったんじゃないかとも言われているが、本当のところは分かっていないな。何にしても、今回の事件は全く解明されていない謎のままだ。未確認生物の仕業か、思い込みか、どっちにしても不気味すぎる事件ね。続いて紹介するのは、東南アジアのマレーシアなどに現れるとされる、トヨールと呼ばれる未確認生物だ。トヨール？それはトロールの親戚みたいなものかしら？全然違うぜ。まあ人型生物であるという点では一緒だけどな。トヨールは小型の生物で、家の中に侵入したり、他人のものを盗んだりする邪悪な生き物だ。容姿はかなり奇妙だと言われていて、赤ちゃんのような頭部に小さい手、白濁してところどころ緑がかった皮膚をしていて、さらに全裸で歩いていると言われているぜ。こっぱ、未確認生物っていうよりまるでゾンビね。日本のメディアではほとんど紹介されたことがない生き物らしい。東南アジアにおいては、トヨールはどちらかというと厳重に分類される存在だとか。伝承によると、インドネシアのシャーマンや魔女が、胎児や流産した赤子を使って、黒魔術を施したことによって生み出された生物であると言われている。なんてことするのよ赤ちゃんに。ただ、似たような伝承がアメリカにも残されているぜ。ジャージーデビルだ。あれ？ジャージーデビルって人間の子供なんだっけ？伝承によると、12人産んだ母親の13番目の子供がジャージーデビルだとされている。こっちでは黒魔術が使われたという話はないが、子供から生み出された未確認生物というのは同じだ。それは確かに、でも子供を使うだなんて。ただジャージーデビルと違うのは、どうやらトヨールは刺激できるらしいんだ。人間がってこと？そうだ。トヨールを飼うにはトヨール像を家に置く必要があるそうだ。さらにコップ一杯の牛乳を毎朝、トヨール像に与えて、
いくつかのおもちゃも捧げる、さらに衣類やビスケットも備えるんだとか。あげているものが子供が喜ぶものばかり、つまりそういうことなんでしょうね。そして黒いキャンドルを掲げ、お香と呪文を唱え、自分の血を振りかける。こうすることによって、一日ごとにと夜が刺激できるのだとか。随分恐ろしいけど、刺激して一体どうするのよ？そりゃあ、他人の家に侵入させて、物を盗ませたり、嫌いな奴の家を燃やさせたりだな。極悪非道すぎるわね、それは。どんなに施錠していても、トヨールはどこからともなく侵入してくるそうだ。当然金品を盗んでくるため、トヨールを刺激している人は金持ちになるみたいだな。じゃあ、急に裕福になった家庭があったら、トヨールを疑ったりするの？ああ、実際にマレーシアでは、お金や宝石が自宅から忽然と消えた場合、周囲にトヨール使いがいることをまず第一に疑うらしい。実際、東南アジアの窃盗現場では、子供の手足の痕跡が検出されることが多いという。それは普通に、孤児やお金のない子が侵入してるだけじゃないの？ははは、まあその可能性の方が現実的だが、トヨールの存在を聞いて育った人からすると、まず真っ先にトヨールではないか、と疑ってしまうんじゃないか？ふん、でもさ、私気になったことがあるんだけど、もしもトヨールへのお供え物を忘れちゃったりしたらどうなるの？トヨールへのお供えを忘れた場合、どうなるか詳しいことは分かっていない。一説によると、墓地の墓穴に埋められたり、買いに遺棄されたりするんだとか。こっぱ、子供の恨みを恐るべし。トヨールにまつわる伝説は他にもあるが、とにかく言えることとしては、呪いのような存在だから、興味本位で扱おうとすると、自分が痛い目見る、だな。私ちょうどマリサにお金を借りようと思ってたけど、トヨールは使わない方が良さそうね。おいちょっと待て、その話詳しく聞かせろ。最後に紹介するのは、インドネシアスマトラ島北端に位置するバンダーチェ。ここにある舗装もされていないデコボコ道で遭遇した生物についてだ。バイカーたちが走っていると、茂みの中から奇妙な生物が現れるのを目撃した。そいつは小さな体でほぼ全裸、片手には棒のようなものを持ち、バイカーたちに気がつくと、駆け足で逃げていったのだという。なんだかまるで野人って感じ、体が小さいなら、子供なのかしら？まず最初の遭遇として、先頭を走っていたバイカーが転倒した。目の前に謎の化け物がいたからだ。バイカーの一人がすかさずカメラを構えて、逃げるそいつの様子を収めた。かなり手ぶれはすごいけど、確かに走って逃げているのがわかるわ。なんとか追いついて、さっきの写真の撮影に成功したみたいだ。さらに追跡を続けたみたいだが、残念ながらヤブの中に身を隠してしまい、バイカーたちもヤブの中に入ったが、見つけることはできなかったみたいだぜ。く？動画を回さず全力で追いかけるべきだったわね。いやいや、動画を回していたからこうして貴重な証拠が得られたんじゃないか。動画を回さず、しかも逃げられたんじゃ何にもならないからな。そりゃ確かにそうだけど、悔しいわねー。それで、この生き物の正体は一体何だったのかしら？この様子を見た世界中の人々によると、17世紀にスマトラ島に、とある民族がいたらしい。その民族はすでに絶滅してしまっている小人族、マンテ族なのだという。小人族？そんなのが実在するの？ああ、ピグミーとも呼ばれる人たちで、狩猟採集民族として知られているぜ。狩猟民族だけあり、小柄ながら筋肉質で、現代人よりはるかに強いとされているぜ。私がもしも戦ったら？間違いなくボコボコにされるだろうな。ちょっと失礼すぎない？でも、17世紀まで生きてたっていう割には、あんまり聞いたことのない民族だけど。ああ、ピグミーの中でもマンテ族は存在が疑問視されていてな。記録によると、17世紀に二人のマンテ族が捕らえられ、オスマントルコ帝国の皇帝スルタンに献上されたとか。しかし献上されたと言いつつ、そのマンテ族のミイラなどは残されていないし、現地にもマンテ族がいたような形跡は残されていないんだ。じゃあこの小人みたいなのは一体何？結構なスピードで走れるみたいだけど。ふむ、今のところ原人というのが一番しっくりくるのは確かだ。小人族、というところがきな臭いが、現代でもたまに未発見の部族が見つかることはある。え、そうなの？これは2016年に、ブラジルのジャングル奥深くで撮影された写真なんだが、低空飛行するヘリコプターから撮影したらしく、部族が明らかに警戒をしている様子だ。ちょ、弓矢を構えてるじゃない、逃げて。幸いこの時は襲われなかったようだが、このような部族が発見されたのは非常に稀だ。他にも数名発見されているが、この部族の名前などは判明していない。ちなみに、撮影した本人は攻撃されていないが、普通にヘリコプターに向けて矢は放たれたそうだぜ。部族危険すぎる、じゃあバイカーたちはよく助かったわね。そうだな。普通に棒みたいなの持ってるし、戦おうと思えば戦えたかもしれない。狩猟民族の可能性は大いにあるから、もし戦っていたら普通に負けていただろうしな。
もしかしたら狩られて、貴重な栄養源になっていたかも。ひぃ、人間まで食べるのはさすがに野蛮すぎるわよ。まあそこは妄想でしかないけどな。おそらくバイクのパワフルさにびっくりして、そのまま戦ったら負けると思って逃げたんだと思うが、もしもバイクなしでこの辺を移動していたら、どうなっていたかはわからない。命拾いしたわねバイカーたち。ちなみにこの小人が発見されて少し経ってから周囲の散策が行われたみたいなんだが、残念ながらこの生物を発見することはできなかったみたいだぜ。その代わり、現場付近に化け物が何者かによって食われた跡や、何かを作ったような跡が残されていたということだそうだ。なんですって？じゃあやっぱり見間違いやフェイクじゃないんだわ。きっとそこに、原住民がいる、私が保護してあげなくちゃ。おいおい野暮なことするなよ。彼らは彼らで平和に暮らしてるんだから。でも保護してあげた方が、種の存続になるじゃない？原住民たちからしたら、そうやっておせっかいかけられる方が迷惑なんだよ。さっき紹介したブラジルの部族だって、ヘリに向かって矢を放ってきたわけだしな。私たちにできることは、そっとしておくことくらいなんだ。せっかく見つけたのにもったいない気がする。まあまあ、仮に向こうから迫ってきて捕まえたとかなら、まだ納得はできるから、向こうからやってくるのを気長に待とうぜ。一度逃げたような奴らが、向こうからやってくることがあるかしら？わからないけど、大人数で武装していれば攻撃してくることもあるんじゃないか？もしそうなったら捕獲なんて悠長なこと言えず、倒しちゃうかもしれないんだけど、霊夢が倒せるかは甚だ疑問だが、まあその時はその時だな。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。はーいマリサ。ちょっとハンティングに行かない？ハイキング誘うようなノリで誘うなよ。一体何を狩るんだ？ふっふっふ。南米のアマゾン川。その周辺に生息すると言われる未確認生物たちよ。おお、確かにアマゾン川にはまだまだ未知の生物がいると言われているが、どうして突然そんな奴ら見つけようと思ったんだ？実はちょっと最近金欠で、見つければお金が手に入るかと思って。そんな理由かよ。まあ、アマゾンの未確認生物だったらいくつか知ってる。ちょっと紹介していくことにしようか。それじゃあ、今回は未だ正体がわかっていないアマゾンの未確認生物について解説していくぜ。マリサさんそれじゃあ早速。おっとその前に、チャンネル登録と高評価ボタンを押してくれるとモチベーションが上がります。よろしくお願いします。それじゃあゆっくりしていってね。まず最初に紹介するのは、ブラジルのビッグフットとの異名を持つ、マピングアリだぜ。ブラジルのビッグフットですって？ブラジルにもそんなのがいたんだ。マピングアリの体長は1から2メートル。大きいものでは5メートルあると言われているぜ。二足歩行ができ、体には毛がびっしり生えていて、おそらく哺乳類だろうと見られている。南米でケムクジャラの生物となると、類人猿型の生物なのか？と思う人も多いかもしれないが、このマピングアリに関しては、どうやら怠け者のような見た目をしているらしい。怠け者って、あのダラダラしてる怠け者？そう、その怠け者だぜ。あっはっは、いやーマリサ。そんなの未確認生物じゃないでしょう。ビッグフットと怠け者なんて全然見た目が違うしさ。じゃあマピングアリの想像イラストを見せていくよ。これがマピングアリだぜ。これのどこが怠け者なのよ？なんか顔が大きいクマって感じじゃない？だから言っただろ。怠け者とは言っても、どちらかというと古代の怠け者に近い見た目だ。メガテリウムという、古代の巨大な怠け者がいてな。マピングアリはそれに非常に似ているんだぜ。似ているというか、ほとんど同じじゃない。じゃあ正体の候補もこのメガテリウムの生き残りとか？もちろんメガテリウムイコールマピングアリ説はあるが、マピングアリは怠け者とはとても思えないくらい、性格はいたってどう思うらしい。ジャングルの中をうろつき獲物を見つけたらうなり声を上げるんだとか。怖、まるで野蛮な肉食動物って感じだわ。現地の人たちもジャングルに入るときは、うなり声が聞こえたら、迂闊に近づくのは危険だという。また、家畜を食らうために生息地の近くの村を襲うとも言われていて、肉食の可能性が高そうだ。あくまでもイラストに過ぎないが、もしも本物がこの鋭い爪を持っていたとしたら、こいつの攻撃を食らった生物は、ただでは済まないだろうな。そうよねー。でもマリサ、どう猛な怠け者って言ったら、私二指怠け者はどう猛だって聞いたことがあるわよ。ああ、確かに二指怠け者は攻撃的な面もあるがもしかしてお前、マピングアリの正体は、二指怠け者では？とでも思ってるんじゃないか？まあ、どう猛だって言うから、もしかしたらそうかなって思って。残念ながら、二指怠け者もどう猛ではあるが草食性だから、家畜を襲ったりはしない。それに攻撃的と言っても、自ら積極的に攻撃するというよりは、敵が近づいたら攻撃するイメージだ。
だから二指なまけ者は、マピングアリの正体ではないと思うぜ。そっか、基地の生物の線はほとんどないってことね。マピングアリの目撃証言では、とある漁師が森の中の洞窟の近くを通りがかったところ、その中からうなり声が聞こえてきたというものがある。漁師が洞窟の中を覗いてみると、奥からマピングアリらしき生物が漁師の方に向かってきた。漁師は一目散にその場から立ち去り、近くの村まで助けを求めに行ったそうだ。また、その時に目撃したマピングアリは、足の親指が横に飛び出ているという特徴を持っていた。足の親指が横に、なんか変な特徴を持っているわねー。他にもマピングアリには大きな特徴があって、瓶を押し付けたような奇妙な形の足跡を残すそうだ。この足跡は、やはり絶滅した巨大ナマケモノであるメガテリウムのそれに近いと言われているんだが。でも、メガテリウムもナマケモノだって言うから、やっぱり草食なのよねー。草食とする説が強いな。だから足跡が同じと言っても、メガテリウムが果たしてマピングアリかどうかは、未だ謎に包まれている、といった感じだぜ。正体がどうしても気になっちゃうわ。気になって夜しか眠れない。実は南米では、つい最近までメガテリウムの仲間である、約1万年前にパタゴニア周辺に生息していたという、ミロドンを飼っていた人物がいたと言われている。ミロドンは雑食性の動物であることがわかっているから、もしかしたらマピングアリの正体は、そのミロドンかも、という意見も出てきているんだよ。ミロドンねえ、あんまり聞いたことない生き物だけど、雑食っていうのが気になるわね。もしかしたら本当に、ミロドンがマピングアリなのかも。しかし、ミロドンを飼っていたという情報も本当かどうかは分かっていないからな。もしかしたら、このマピングアリ騒動をより面白くするための愉快犯による仕業かもしれない。え？こっちは真剣に実在するかどうか考えてるのに、そんな邪魔する奴がいるの？まあ、未確認生物を信じていない人の中には、そういうことをする人もいるかもな。許せないわ、こっちは未確認生物のことを考えすぎて、毎日頭の中に未確認生物しか出てこなくなってるのに。それで、日常生活に支障をきたしてないのか。続いて紹介するのは、イプピアーラだぜ。イプ?なんだかおかしな名前をした未確認生物ねえ。イプピアーラは、2002年から2005年まで放送されていた藤岡弘、探検隊シリーズに登場した未確認生物だぜ。藤岡さん、まだまだお若いわねえ。この時点でもう50代のはずなんだけどな。年齢を感じさせない濃いお顔をされているぜ。さて、そんな藤岡弘、探検隊シリーズで扱われたのが、イプピアーラという生物なんだが、イプピアーラは現地の先住民、スピ族の間で語られる彗星のモンスターのことらしい。どうやら現地の人たちによると、イプピアーラは人を捕まえて、人肉を食べるのだという。怖？あとイラストを見てる限りだと、どうやら人魚みたいな見た目をしてるみたいだけど、アマゾン川に現れるということなら、もしかしたら淡水性の人魚かもしれないな。目撃情報は古く、1564年に現在のサンパウロ州、サンビセンテにて発見され、その時の発見者が、イプピアーラを殺したという記録が残されている。その時の話によると、その生物は体長が約 3.5 メートル、体は毛で覆われていて、鼻には口ひげのような、大きな糸があったらしい。イプピアーラというのは、現地の言葉で水の悪魔という意味があるんだとか。それで、藤岡弘、探検隊はアマゾンでイプピアーラを見つけられたのかしら？結論から言うと、発見までは至らなかったんだが、それでも、目撃地周辺にてイプピアーラのものとおぼしき魚の鱗を発見していたな。また、現地の人たちの中には、イプピアーラは半魚人などではなく、ただ単にワニを見間違えただけではないか、と主張する声もあったようだ。ワニか、確かにワニなら3メートルはあるだろうし、人も食べるっていう点は共通しているわねー。しかしワニには魚の鱗なんてついていないし、何よりも半魚人と思えるほど魚っぽくも人っぽくもない。それに、現地に住んでいる人たちがワニを他の生物と見間違える可能性だって低いと思われるぜ。それも確かに、じゃあやっぱりイプピアーラは実在するってこと？番組の中では、イプピアーラの話をしている子供たちはどこか怯えているような表情も見せていた。おそらく、小さい頃から大人たちに恐ろしい存在として語られてきたんだろうな。まあ、3メートル超えの化け物なんて、普通ジャングルでは出会いたくないでしょうしね。そんなもの、大人でも出会ったらすっごく怖いと思うし。さらに目撃証言のある水辺まで行くと、水かきがあるらしい生物の足跡まで見つかったそうだ。え？水かきのある足跡？それはちょっと私の想像図と違うんだけど。人魚って言ったら、下半身は魚そのもので、足なんて生えていない姿をしてると思うわ。確かに、実際イプピアーラの想像図では、下半身は魚になっているんだが、もしかしたらイプピアーラは人魚というより、半魚人のような見た目をしているのかもしれないぜ。これは古き良き半魚人ねえ。その足跡に石膏を流し込み、足型を取ることにも成功していたみたいだが、
肝心のイクピアーラの姿はどこにも見当たらなかった。続いて探検隊は、本格的な捜索のために川の中にまで入っていったらしいぜ。え、アマゾン川なんて普通に入るのは危険だと思うんだけど。もちろん船は出しているぜ。船の設備には余分探知機とソナーが備えられていて、それらを使って居場所を探し始めたわけだが、見つかるのはピラニアくらいなものだった。そう、やっぱりイクピアーラなんて実在しない生き物ってことじゃないかしら？まあその可能性は高いかもしれないな。足型は取れたものの、現実的なことを言うと、やっぱりテレビ番組だからいくらでも演出はできてしまうわけで。そうよねー。画面越しだったら何とでも言えちゃうわよねー。しかしな霊夢、それでもあの番組は良かったんだよ。え、マリサ、いるのかいないのかわからない道の存在、それを真剣に探す大人たちという構図が、私の心を揺さぶってくれていたんだ。なんだかマリサが昔の楽しかった記憶を思い出して、しみじみしちゃってるわ。すまんすまん、少し話が逸れてしまったが、結局番組ではイクピアーラは見つからなかったものの、確かに現地の人たちの間では、恐るべき怪物として語り継がれているんだ。火のないところに煙は立たぬというし、本物かどうかは置いても、番組でも証拠は見つかった。ただでさえ未知なる存在が多いアマゾン川だ。根気よく探し続けていれば、いつかは見つかるかも。まあそりゃそうだけどねー。いつか見つかるといいわね、本当に。続いて紹介するのは、南米アマゾン川奥地の湖に生息すると言われている、ホラディラだ。ホラディラは現地の言葉で地獄の牙という意味を持っていて、地元住民に恐れられているぜ。または地獄のノコギリという意味もあるそうで、その名前の通り、ノコギリのようにギザギザだぜ。ノコギリのようにギザギザ、あんまりイメージ湧かないけどどんな感じ？こんな感じだ。ひえ、っていうかこの生物、その昔見たことあるような気がするわ。そう、こいつはアマゾンではそこそこ有名な未確認生物の一体なんだが、初めて撮影に成功したのは1993年とつい最近らしい。生態系テレビ番組であるディスカバリーチャンネル、あれの特集で現地に赴いた際に、ホラディラを撮影したとのことだ。その時の撮影者さんはジェレミー・ウェイドという人物だ。ジェレミー氏はこれまでも世界中の未確認生物や巨大生物を捕まえてきたプロ中のプロ。しかしそんな彼も、今回のホラディラは捕獲まではできていないみたいだな。結構大きい生き物ってことかしら。写真を見る限り、水面に出ているのは体の一部よね。そうだな。他にもホラディラとおぼしき生物の写真はいくつか残されているんだが、見えている部分だけでも1メートルはありそうだ。となると、全身で3メートルかそれ以上か、少なくともジェレミー氏一人で捕獲できるほど簡単な生物ではなさそうだぜ。でも、素人の私でもわかることが一つだけあるわよ。なんだよ、そのわかることっていうのは？こんなにノコギリ状にギザギザしてるんだから、こいつの正体は肉食生物に違いないわ。はいはい、それじゃ正体の考察に移るとするか。ちょっと、流さないでよ。ホラディラはそれなりにたくさん写真が撮影されている生物だから、正体の考察についても進んでいるぜ。まず正体についての可能性として、当初はアマゾン特有のイルカではないかとの見解があった。アマゾンのイルカねー？そういえば、アマゾン川イルカっていうのがいるわね。ああ、アマゾン川に生息する原始的な姿の淡水イルカだな。ギザギザはさておくとして、ホラディラのフォルムを考えると、イルカに合致する部分は多い。だが、そうだとしてもやはり気になるのがギザギザ部分だ。一時は船で傷つけられて、あんな背中になってしまったのでは？という意見もあったんだが、船で傷つけられたからといって、あそこまで大胆なノコギリ状にはならないだろう。まあそうよねー、私もそう思うわ。そうなると、古代のイルカ説や、道のクジラの亜種、なんていう意見も飛び交うようになってくるぜ。他にも、シーラカンスのように現代まで見つからなかった古代生物説とかな。ああ、確かにアマゾンっていう未知なる土地なら、そういう生物がいてもおかしくはないわね。でも、やっぱりあの不思議なノコギリだけが、何か引っかかるのよねー。あんな不思議なノコギリ状の部位を持つ生物なんて、この世にいるのかしら。悩んでいるようだな、霊夢よ。それじゃあ私の方からヒントをやろうじゃないか。ヒントですって、一体何をするつもりよ？こういう生き物、見覚えはないか？あ、これ知ってるわよ。確かステゴサウルスって言うんでしょ？ステゴだなんて、面白い名前をしてるわよね。ステゴサウルスのステゴというのは、ギリシャ語で屋根に覆われたという意味がある。または単に屋根であったり屋根のあるといった意味にもなるみたいだな。サウルスは知っての通りトカゲだから、意味は屋根のあるトカゲというところかな。屋根のあるトカゲねー。確かに、あのトゲトゲを屋根って表現するのはいいかも。さて霊夢、もうわかったんじゃないか？あのギザギザの正体が。あれ？突然ステゴサウルスの話を始めて一体何かと思ってたけど、もしかしてマリサ、あのギザギザって。そう、あのギザギザは、
ステゴサウルスの背中部分ではないかという意見があるんだよ。ステゴサウルスがアマゾン側に？ステゴサウルスの生息地は北米大陸。何かしらの事情があって南米、アマゾンまで移動してきた背景があるとしたら、アマゾン側にいてもおかしくはないぜ。だとしても、ホラディラの写真を見比べてみると、ちょっとギザギザ具合が違うっていうか。まあそこは確かにな。ホラディラに比べると、ステゴサウルスのそれは、一つ一つが大きくて、しかも外側に開くような構造になっている。だが、こうも特徴的な背中をしている生物は他にはいないと思うぜ。じゃあ、もしも古代の生物が正体だとしたら、ステゴサウルスが正体ってことでいいわよ。なんだよ、あんまり嬉しくなさそうだな。だって、アマゾンって他にも未知の生物がたくさんいるじゃない？ああ、確かにプテラノドンの正体か？と言われるコンガマトウも目撃されているな。パプアニューギニアでは、ローペンなんていう呼ばれ方もしているみたいだぜ。コンガマトウとローペンが同一の生き物かはまだわかっていないんだけどな。ほら、だから恐竜の未確認生物って意外と存在しているからさ。なんか、これ以上は恐竜タイプはお腹いっぱいかなっていう気持ちが。なんて贅沢なやつなんだこいつ。まあ気持ちはわからなくもないけど。しかし、他に正体の候補があるとしたら、チョウザメくらいのもんだぜ。チョウザメ？チョウザメまで正体の候補に上がってくるの？ああ、チョウザメは多くの種は2メートル以上に達するし、ロシアのベルーガと呼ばれるチョウザメは体長6メートルにも達するんだぜ。6メートル？いくらなんでも大きすぎでしょ？また、チョウザメは意外と背中に隆起があるものもいてな。この写真なんか見てみろ、めちゃくちゃでかい上に背中の隆起もあるぜ。ほんとだ。それじゃあ、ホラディラの正体はチョウザメ？かもしれないが、現地の人たちが川にいる生物たちを誤認するかがちょっとわからない。わざわざホラディラだなんて名前をつけてまで恐れているくらいなんだから。もしかしたら本当に、何か未知の生物がいるんじゃないかとも思うんだ。まあ確かに、アマゾン川周辺に住んでる人って、川でいろいろ仕事してたりするもんね。普段見かける生物たちを、別の生き物と見間違えることはそうそうないか。そうなると、じゃあホラディラの正体って、今のところ、まだ謎に包まれたままだぜ。まあ、ステゴサウルスの生き残りか、チョウザメか、あるいは未知の生物か、といった感じだな。気になる、早く正体を掴んでちょうだいよー。最後に紹介するのは、まず画像を見てから判断してもらおうかな。何よこれ、ネズミ？いやでも、なんか複数体いるように見えるわ。何これ？どうなってんの？ネズミが合体してるってこと？これは複数のネズミの尻尾が絡み合っている状態で発見されたものだぜ。未確認生物じゃないってこと？でも、どうしてこんなことに？一体誰よこんなことしたの？かわいそうでしょうが。落ち着け霊夢。このネズミたちは人間によってこんな目に遭わされたわけじゃない。このような状態でネズミが発見されることは昔から稀にあるらしいんだ。そうなの？ラットキング現象と呼ばれるもので、博物館には標本まで残されているぜ。うわぁこんなにたくさん、誰がどう見てもいたずらされたようにしか見えないわ。ラットキング現象の最初の報告例は1564年にまで遡るらしい。おそらく、ネズミが樹液や天然ゴムなど、粘着性のある物質に触れた時に発生すると考えられる。複数のネズミが束ねられる理由は、体がべとつき、パニックになったネズミが動き回り、近くにいる仲間の尻尾と絡みついてしまい、さらに暴れることで結び目が強くなってしまうという。なんだか、パニックになって余計事態が面倒になるって、人間にもよくあるような話ね。ははは、確かにな。かつての民間伝承の中には、この現象が発生すると、疫病や飢饉など、悪いことが起きると言われていたらしいぜ。アマゾン川に生息するネズミの間でも稀にこの現象は起きるそうで、時折見かけられては、ラットキング現象を知らない人は未確認生物か？と慌てるんだとか。まあ、これらは写真になってるけど、動いている姿はもっと怖いでしょうしね。ロシアで撮影された映像ではあるが、ラットキング現象の実際の映像が記録されてるぜ。絡み合ったネズミたちが暴れ回っていて、まるで一つの巨大な生物のようになっている。それぞれの個体が別方向を向き合い、なんとか脱出しようとしているぜ。事情を知らずに見たら未知の生物かと思ってびっくりしちゃうところだけど、事情を知った後だと、なんとかして助けてあげたくなってしまうわね。もしも見かけたとしても、一般的にネズミは病原菌だらけになっているから、助けたくても、素手では触らないようにした方がいいと思うぜ。もし持っていたら、ビニール手袋でも使って優しく尻尾を外してあげるといいかもな。いや、私は見かけても、さすがに外してあげる自信はないかな。なんだ、勇気がないやつだな。何よその言い方。それじゃああんただったら外せるっていうの？ああ外せるぜ。なんなら手袋なしでも外してやるよ。別に後で入念に手を洗えば問題ないからな。なんだよ？
あんまり思ったことないけど、あんたの言葉っち言って思っただけ。なんでだよ。生き物が好きなら、素手で触ることくらいしてみてもいいと思うぜ。もちろん、正しい知識を持った上で、正しく触るのが前提だけどな。正しい知識をっていうなら、噛まれるリスクも考えて、素手は絶対やめた方がいいと思うんだけどね。そんなわ。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。アメリカ、それは未確認生物の聖地。言うほどか？他にもいろんな国で見つかってるが。もう、そんなことはいいのよ。とにかくアメリカの未確認生物が知りたいの私は。相変わらず話が唐突なやつだぜ。それはいいから、早くアメリカの未確認生物について紹介してちょうだい。なるべく見たことも聞いたこともない、珍しい奴らがいいわ。それじゃあ、今回はアメリカで発見された未確認生物たちについて解説していくぜ。マリサさん、それじゃあ早速。おっと、その前に、チャンネル登録と高評価ボタンを押してくれるとモチベーションが上がります。よろしくお願いします。それじゃあゆっくりしていってね。まず最初に紹介するのは、かなり古くの情報になってくるぜ。1861年から1865年にかけてアメリカで勃発した南北戦争を知っているか？聞いたことはあるけど、詳しいことは特に。今回は未確認生物に関する話だから、詳しい戦争の話は省くが、南北戦争の中でも1863年9月19日から20日に、テネシー州とジョージア州の境で起きた、チカマウガの戦いは、最も血生臭いものだったと言われている。そのチカマウガの戦いの後、戦場跡地で死体が転がっている中で、うごめく奇怪な怪物のようなものを目撃した、という報告が相次いだそうだ。え、それってもしかして、生き残った兵士だったり、証言によると、その怪物の姿は人間に似ており、しかし不気味な緑色に光る目と、巨大でいびつな顎を持っていたということらしいんだ。な、何それ、全然想像ができないんだけど、その謎の怪物のスケッチと言われているのが、これになるんだが、緑の目にいびつな顎、何回の獅子みたいな牙も生えてるわね。その特徴からこの怪物は報告者たちの間ではグリーンアイズと呼ばれるようになった。かつての戦いによって、多くの尊い命が消え去ってしまったことによって、悪意を持った邪悪な存在が引き寄せられたのでは？という都市伝説まで生まれたぜ。まさか、そんなファンタジーなことが起きるわけが、それ2800年代の話で、現代では目撃されてないんでしょう？ところが、南北戦争が終わって100年以上もの時間が経過してから、グリーンアイズは再び目撃情報が増えることになったんだ。え、そうなの。戦後、国立公園ができてから、公園に訪れた者が緑色に光る目を見たと言ったり、公園近くを走行していた車が、なぜか道を外して大破する事故が起きたり、さらに1976年には、パークレンジャーの男性が午前4時頃に公園を巡回していたところ、突然の悪寒と同時に、謎の緑色の目に暗闇から襲われたというそうなんだ。ついに人間の被害者が出ちゃったの？その男性は無事だったのかしら？男性の説明によると、その怪物は女性のように長い髪をしていて、目は緑がかったオレンジ色にギラギラ輝いていて、歯はまるで牙のように尖っていたらしい。幸い怪我はなかったようだが、その怪物は静かにどこかに去ってしまったとか。じゃあ、どんな正体だったかまでは、わかっていないってこと？そうみたいだ。グリーンアイズの正体に関しては、虎説、大きな人間説など、様々な説があるが、どれにしても、説得力が乏しく、正体としては断定できないものばかりだ。でもねえ、兵士たちの無念を感じ取った悪意のある存在、っていうのも空想的だし、もっと現実的な意見が出てきてくれれば、少しは信用できるってものだけど、最も現実的な意見としては、極限状態の人間が見た幻覚説が挙げられる。ただでさえ非日常である戦争が起きた地だ。死体も転がっていた場所で、正気でいられる人間の方が少ないというものだろう。じゃあ、正気でいられなかった人間が見た、幻覚だったってこと？でもそしたら、100年以上経ってから目撃されたっていうのは何なのよ？よくある、噂に乗っかった嘘だったんじゃないかと考えられているな。ええー、それはいくらなんでも夢がなさすぎるってものじゃない？現実における未確認生物や都市伝説なんて、こんなもんだっていう暗喩なのかもしれないぜ。とはいえ、もし実在していたとしたら死体を食べる危険生物の可能性もある。もしもまだアメリカに潜んでいるとしたら、旅行の際には注意したいところだな。続いて紹介するのは、ご存知ビッグフットの白池バージョン、ホワイトビッグフットだ。ビッグフットに白池の個体がいるの？時は1960年。あるトラックの運転手がオレゴン州にあるコンサー湖の近くを走行中、大きな毛むくじゃらの生物を目撃したらしいんだ。
その生物は全身が白い毛で覆われていて、なんと時速50キロで走るトラックと並走し、さらに車体の窓から、車内を覗き込んできたとまで言うんだ。コッパ、明らかに運転手さんのことを獲物か何かだと思ってるじゃない。運転手も身の危険を感じたようで、トラックに急ブレーキをかけたみたいだが、そしたらそいつは驚いたのか、森の中へと走り去ってしまったらしい。確かにそれもすごい事件だけど、時速50キロで走るくらいなら、他にも候補になりそうな生物はいるんじゃない？クーガーとかさ。まあ確かにクーガーなら時速50キロは普通に出しそうなもんだが、目撃情報はその一件だけではない。2009年には写真も撮影されてるんだ。うわぁ、近。そして、本当に真っ白な毛並みをしてるわ。撮影者は夜の森を散策していたところ、突然目の前にこいつが現れたんだとか、運よく何かしてくることはなかったようだが、走って逃げたためこいつについて詳しく知る術はなく、正体は不明のままになっている。運よく撮影できたこの顔だけが証拠だな。荒い画像ではあるけど、確かにこれは白い毛のビッグフットって感じね。ていうか白い毛のビッグフットなら、それはもうイエティじゃないかしら？イエティは基本ヒマラヤ山脈に住むと言われているし、何より目撃情報によると、白ではなく茶色い毛であるという話の方が多かったりするから、違うんじゃないか？また、ホワイトビッグフットの目撃情報はまだまだ多く残っている。1960年の7月31日夜、10代の少年7人が湖へ訪れた際、2人の少年が仲間を驚かせるために草むらに隠れたそうだ。ホラー映画だったら、もうすでに嫌な予感がする展開ね。少年2人は仲間が通りかかるのを待っていた。するとその瞬間、彼らの背後から奇妙な音が鳴った。音の鳴る方を見ると、そこには月明かりに照らされ、白く光る身長2メートルの怪物がいたという。キャー、すぐに逃げて少年たち。二人はすぐさま他の仲間に逃げろと呼びかけ、全員で走って逃げて近くの藪の中に身を潜めた。怪物は少年たちには気づかず、どこかへ去っていったそうだが、その時に見た怪物は熊のようにも見えたが、顔つきはまるでゴリラのようだったという。全身が白くて、熊っぽいけど顔はゴリラ、ますますビッグフットっぽさがあるわ。白いビッグフットという時点で前代未聞だが、驚くべきことに、そいつは意思表示までしたらしいぜ。は？ビッグフットが意思表示？ここから先は少しオカルトチックな話になるが、テレパシーで交信ができるという地元民が現れ、その怪物が現れた湖で交信を試みたところ、どこからともなく声が届き、そいつは自身をフリックスと名乗ったのだという。さすがにテレパシーはうさんくさいけど、そこまで話題になった、恐ろしい生き物だ、ってことはよくわかったわ。10人もの少年が見たというのだから、全員で嘘をついている可能性は低いと判断され、この怪物は実在の可能性が高いと考えられ、捜索も行われたが姿は見せてくれなかったらしい。騒動の中で、正体はサーカスから逃げた日ではないかとも言われたが、結局捕獲することもできず、謎のまま事態は収束していったみたいだ。どうせだったら正体がわかるまで調べればいいのに。とは言っても、ビッグフットの正体はクマということがほぼ確定しているわけだし、そうなればホワイトビッグフットは、年老いて毛並みが白くなったクマ、と考えるのが自然な気もしてしまうから、なんとも言えないところだな。クマって年老いたら毛並みが白くなるの？場合によって、白い毛並みのクマもいるようだ。こんな具合にな。それじゃあ本当に白いだけのクマっていう可能性も十分あるかもしれないのね。ちょっと夢が壊れたわ。もちろんそうじゃない可能性だってあるから、ビッグフット実在の夢はまだ捨てちゃダメだぜ。続いて紹介するのは、アメリカで古くから言い伝えられている、未確認生物、ディンバットだぜ。ディンバットねー。名前から察するにコウモリみたいな未確認生物かしら。ディンバットは体長数十センチほどの、フクロウくらいのサイズ感の生物だ。体はフクロウに似ているらしいんだが、顔だけはフクロウのそれとは似ても似つかず、見たこともない奇妙な化け物のような顔をしているんだとか。何それ、ぜひ見てみたいんだけど。実際の写真なのか、想像上のものを剥製にしたのかはいまいちわからないんだが、これがディンバットの顔だと言われているみたいだな。うへぇ、こりゃあ確かに、見るからに化け物って感じの顔をしてるわ。さらに頭部には鹿のように立派な角が生えている。一体これを何に使っているのやら。そりゃあ、角なんだから相手に攻撃したりするためじゃないの？どうだろうな、実はこのディンバット、人間にとって非常に厄介な存在らしいんだ。厄介って、どの辺が厄介なのよ？ディンバットは漁にやってきた人々の車からガソリンを抜いて、それを飲んだり、さらに撃たれた弾丸を空中でキャッチしたりと、かなりハンターに迷惑をかけるらしいんだ。ちょっと待って、生き物がガソリンなんか飲むの、お腹壊さない？壊してないみたいだから、奴にとっては何も問題はないんだろうな。しかも飛んでくる弾丸をキャッチって、よっぽどの力と動体視力がないと不可能だ。
幸い人間を襲うことはないらしい生き物なんだが、そんなことされたらハンターは自信喪失だよな。まあ、狙ってる獲物に弾丸を掴まれちゃ、なんとも言えない気分になるでしょうね。ディンバットに関しては、古くから目撃情報がありかなり多くの人が知っている未確認生物らしいぜ。どうやらディンバットのポストカードなんかまで販売していたりと、地元を賑わせているらしい。あら、人を襲うわけでもなく、ただ地元を賑わせているだけなら、まるでネッシーみたいな人気生物って感じね。いいことだと思うわよ。確かにネッシーみたいと感じることもあるが、さすがにネッシーほど有名にはならなかったようだな。しかしまあ、有名な未確認生物である一方で、とある噂話もされてるんだけどな。とある噂話って、どんな話？実は、このディンバットは、全く創作であるという話なんだ。せっかく取り上げてくれたのに、創作ですって？似たような鹿の角を生やした未確認生物に、ジャッカロープというのがいる。鹿の角が生えたウサギだが、これは現地の人の作り話が生んだ生物だったと言われている。同様にディンバットも、作り話から生まれた生物である可能性が高いということだ。でも、あくまでも可能性の話であって、確定してるわけじゃないんでしょう。一応、噂話が流れた経緯として、漁師がでっち上げたという説がある。漁師が獲物を捕まえることができず、手ぶらで帰るしかなかった際に言い訳として生み出されたとか。他にも、あまり森を知らない人を楽しませるために考え出されたホラ話であるという説もある。なんだか夢が壊れてしまったわ。鹿角の未確認生物とかロマン溢れてるのに。まあ、ロマンばかりでは、生き物のことは語れないっていういい例だ。ちなみに、ディンバットの剥製はかつて、ウィスコンシン州のライスレイクという場所にある、パブに展示されていたこともあったらしい。そこでは鹿肉のバーガーなんかも提供してるらしくて鹿の角くらい簡単に入手できたことから、おそらくディンバットの噂を聞きつけて、剥製を作ってみたのでは？という噂もある。まだよ。あくまでも噂話に過ぎないんだから。きっとディンバットは実在するに決まってるわ。まあ一応写真には収められているわけだからな。実在する可能性だってもちろんあるぜ。続いて紹介するのは、1930年代に遡る未確認生物の情報だ。最も古い目撃情報は1936年、ウィスコンシン州のジェファーソン近郊で、教会の夜景が目撃したという情報だ。夜景は深夜に原住民が埋葬されている塚の上で、2体の奇妙な獣が土を掘り返しているのを目撃した。土を掘り返しって、もしかして、死肉を漁るタイプの生き物なのかしら？その怪物は翌日の夜にも現れて、男性は塚の上でその怪物の姿を目撃した。身長は180センチほど、全身黒い毛で覆われていて、鼻は突き出て、牙は鋭く尖っていたそうだ。その獣は男性を見た途端にうなり声を上げて、そのまま逃げ去っていったのだとか。こっぱ、その男性、無事でよかったわねー。この怪物は後にブレイロードの獣と呼ばれ、恐れられることになった。さらに時は1989年に移り、エルクホーンの田舎道ブレイロードで、若い娘が獣のような、狼男のような生き物を目撃したという報告が上がった。二本足で立ってはいたものの、走る時は四足歩行になっていて、手足は人間のようだったらしい。ただの人間のコスプレ、ってことも少し考えたけど、コスプレしてる人がわざわざ四足歩行にはならないわね。そうだな。写真などはほとんど残されていないが、こいつがブレイロードの獣と考えられている。かなり荒い画像だけど、なんとなく凶暴な生き物っていう印象は伝わってくるわ。幸いこれまで、実際に襲われたという情報は上がってきていないんだが、死体が食われていた、という情報はいくつか出ているから恐ろしいところだ。さっきも、埋められているところを掘り返しているって話してたもんね。それだけじゃない。どうやら2002年にも目撃情報があったらしいんだが、ブレイロードの獣が現れたとされる森へ、調査に行った人物によると、森の奥で、無残に殺された死体が発見されたという情報もあるんだ。それじゃあ生きてる人間を殺す可能性もあるってこと？その可能性は十分にあるだろうな。しかも恐ろしいことに、死体が発見されたのは森の奥の方。普通人間は用もないのにそんなところまでは行ったりしない。ということは、この被害者はどこかで襲われて、その後人気のない森まで運ばれたということになる。ただでさえ危険生物っぽいのに、さらに人気のないところにまで運んで、ゆっくりいただいたってことなのかしら。その可能性は高いな。正直言って、かなりの危険生物と見ていいだろう。多分ゆっくりと食べたかったからなんだろうけど、もしも知能があって、人目を避けるためにわざわざ運んだんだとしたら、かなり知能が高いってことになるわよね。まあそうだな。そこまでの知能があるのかは不明だが、もしそうだとしたら、私が捕まった時も、誰にも気づかれずにひっそりと森の中で。いやー。想像するだけで怖すぎる。
最後に紹介するのは、アメリカでも映画化されるほどの有名な都市伝説的存在、バニーマンだ。バニーマン？都市伝説って、未確認生物ではないの？バニーマンは未確認生物なのか、着ぐるみなのかがはっきりしてないんだよ。情報によると、可愛いウサギのぬいぐるみのようなものを身にまとっているんだが、その可愛らしさとは裏腹に、斧やチェーンソーなど、危険な武器を振り回しながら人間を殺す、シリアルキラーだと言われているみたいだぜ。何それ、聞いたことないし怖すぎるんだけど。しかも、ただ単に人を殺すだけではなく、持っている斧で喉を切り裂いて、全身の皮膚を剥ぎ取って、さらに高いところから吊るすとも言われているんだ。シリアルキラーだなんてレベルじゃないわよそれ、もはや怪物よ怪物。もちろん単なる都市伝説としてだけでなく、バニーマンには様々な生まれた背景がある。1904年にクリフトンにあるとある刑務所が閉鎖されるために、受刑者たちが違う刑務所に連行されることになったという出来事があったそうだ。しかしその際、2名ほどの受刑者が脱走をして、逃げられてしまったらしい。その直後に、フェアフォックスステーションブリッジ通称バニーブリッジにて、ウサギの惨殺された死体が発見されたんだとか、その後も受刑者を探したものの見つからず、どこに行ったかはわからずじまいになったという。じゃあもしかして、その時逃げた受刑者が、ウサギの着ぐるみを着てバニーマンになったって、これはあくまでも、現実的な説であって、未確認生物の説からは離れるけどな。でも、チェーンソーや斧まで持って、人間を吊るしたりする化け物でしょう？そんな武器まで使える生き物なんて、人間以外には考えられないわよ。まあそれは確かにそうかもしれないが、実際にバニーマンらしき生物を撮影したという写真まで公開されているんだ。かなり手ぶれはひどいけど、確かにウサギの耳みたいなのがついた。着ぐるみのようなものが映ってるわねー。これがもしかしたらバニーマンかもしれないと。しかもゾッとすることに、この撮影者を見ているように思えるんだ。撮影者がこの写真を撮影した後、どうなったのかはわかっていないんだが。もしかしたら、この撮影者さんもバニーマンの餌食になってるのかしら。もしそうだとしたら、バニーマン危険すぎるんだけど。さっき紹介したブレイロードの獣といい、猟奇的な生物が多いなアメリカは。本当にそうよ。でも、どっちかというと未確認生物というより、中身が人間の可能性の方が高いから、見つけたとしても私は嬉しくないわね。まあ確かにバニーマンは単なる都市伝説であり、未確認生物でなければ、ただの着ぐるみを着た人間の可能性の方が高いわけだが、ある意味、それが何よりも怖いと思わないか？霊夢、正体不明の生物が何かすることよりも、本来分かり合えるはずの人間が、言葉も何も通じない状態で、いきなり襲いかかってくるんだぜ。それは確かに、想像してみると怖いというか、やばいわね。バニーマンの正体が本当に受刑者だとして、本当に猟奇的な殺し方をしてるとしたら、未確認生物なんかを探すより、このバニーマンを見つけ出して、街の平和を守った方が、よっぽど有意義な気がしてくるぜ。でも、1900年代の話なんでしょう？さすがに21世紀までは生きてないわよねー。確かに目撃情報自体は全くなくなったが、逃げ出した受刑者は2人という情報だ。どちらかが子孫を残していて、その子孫もバニーマンの意思を継いでいたとしたら、いや、怖いこと言うのはやめてよ。何にしても、今回紹介してきた生物の中で、最も奇妙で不気味なのは、バニーマンなんじゃないかと、私は個人的に思っているぜ。確かに、可愛らしいウサギの格好をしてるのにやってることがえげつないっていうのはねー。でも、人間の可能性が高いっていう意味では、私はロマンは感じないかなー。やっぱりディンバットみたいに、いるかいないか微妙くらいな存在が一番いいわ。ディンバットはいない可能性の方が高いと考えられているけどな。まあしかし、アメリカは広い土地がある。くまなく探せば、今回紹介した生物以外にも、まだ見ぬ生物たちが大量に見つかる可能性は大いにあるぜ。やっぱりそうよね。これからはそれらの生物を見つけるために、アメリカに長期間滞在しておこうかしらね。アメリカは現在物価がめちゃくちゃ高くなってるから、日本円を持っていくとやけどするぜ。霊夢。そうなの。じゃあマリサからお金借りていくことにするわ。自力で金稼いでいってやるっていう発想はないのかお前には。そんなわけで今日の紹介はこれにて終了だぜ。生物に関して興味がある方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。